My name is Faz, this is, and I'm from Street Fighter UK, and I'm here with... My name is Yoshino Ono, from Capcom. Yes, executive producer of Street Fighter. So I'm going to be asking you questions about some Street Fighter stuff, about UK, the amiibo for why you will be coming up for Super Smash Brothers. So I wanted to ask, what other characters do you think would be a fun fit for Smash Brothers from Street Fighter?多分それと入った、キャラクターを、まず入れたいと桜井さんが思った時に、まあ、竜という相手が一番いいっていうのはもう、とても話が来たので、面白いなと思って。で、まあ、次に入れたいキャラクターっていうのは多分桜井さん的にはいろいろなキャラクターがあると思うんですけど、多分、玉のキャラクターじゃない方が面白いと彼も思ってるかなと思います。で、僕自身個人的には、まあ、ザンギエフとか、あとは、 彼がぐるぐるっと回って画面端から遠目抜けてもまたぐるぐるっと回りながら戻ってくるっていう、そう見えすると、このブランカが登場してもいいんじゃないかなと。今回ちょっとスリードファイターファイブで彼が入ってないので、ちょっとスマッシュブラザーズぐらいにこう出張に行ってもいいのかなとはちょっと思ってます。 本当に山のように、この声ですけど、なかなか EX はね、いろいろと会社の問題がいろいろあるので、まだまだ解決には時間かかるので、声は知ってますと、知ってるので、その辺の権利問題とかいろいろと解決できたら、もしかしたらチャンスがあるかもしれない。 時々マニアックな人もいるんですけど、本当に入れたら買うかと。多分ギャグで入れてくれって言っただけで、本当に入れたら買わねえだろ君ってやつが多いので、もうすげえ声がでかくなったら考えますけど、多分みんなギャグだけで言ってるから、まだ入れません。 セカンドワン、what part do you feel would be the best on the Street Fighter? パンチが入らないと思うんですよ。今回桜井さん上手にストリートファイターのキャラクターをこうクッキング料理してもらえたと思ってるので、多分そのままでは多分マリオもそうだし、ゼルダもそうだし、カービィも多分難しいと思うので、もし我々がそういう機会を得られるんであれば、もうストリートファイターじゃなくて全く別のゲームのニンテンドー VS カプコンなのか、そういうような対等ができるのであれば、ちょっとまた料理の違いがあるのかなとは思いますね。ありがとうございます。 That's Yoshino Ono. Be sure you check out his game as well as make sure you get Ryu available in the local game store. Thank you very much for your time.